はい、皆さんこんにちは。今日はね、上龍寺さんっていうのかな、偶然見かけたんですけどね、大井町でね、登りが立っとってね、いいとこ行ってね、ちょっと見に来たんですけどね。で、まあここ駐車場ありました。はい、で綺麗な紅葉がここでね、もみじがね、もみじちゃうわ、その枯れちゃうの枯れてるっていうか、もう散ってしまってる気がするんだけどね、これね、これじゃないですか、もしかして。しかしもうこれ終わってますね、状況シリーズで。まあこれちょっと終わってるという報告だけでもね、動画でちょっと上げといたらだいぶね、あれかなと思いますんでね。こんななんか像みたいなのがあるしね、これなんすか、これ服。大井町のあの上龍寺の元境内地で、大きな寺石が明智光秀の丹波染めで消失、しかし大なんとかで言うのこと、現代に由緒見せ、上龍寺の開祖と本土天人のお手上と伝わり、1300年やて、1300年もあんのこれ、どこだろうこれ、上龍寺の、これちゃうの、これじゃないみたいな。ちょっと待ってよ、こんな木らしいからな、これ探しに行かなあかんわ。父の木さんというか、父のように垂れ下がる古墳の表現を飲んで飲んだ父の出が、どこかにまたな、奈良にも、こんな。そうやね。あ、これ、安全や。安全地蔵やな、これ。山登り。これ。1300メートルも登らなあかんの、これ。林道を登ったところに上龍寺が、天外のお寺。こちらのそのお寺跡に1300年もない風に耐えてきた大井町があるんか。目通り10メートル、高さ30メートル。これちょっと どっちこれ。登山道、これか。これ、ちょっとね、この林道登れるかどうかちょっと分かれへんな。ちょっと車で行ってみようか。はい。はい。やはりね、ここのね、林道上がっていかなあかんみたいですわ。ちょっと聞きましたらね。ちょっと待ってくださいね。はい。ね。まあ、早かったら15分。遅かったら20分ぐらいかかるけど、1キロぐらいあるらしいで、ここは。ね。まあちょっとこれ1キロずっとこれ映すのもね、ちょっとあれなんで、途中、ポイントポイントで繋ぎながら行きますわ。ね。はい。はい。ずっとね、カーブしながら登ってきましたけど、上龍寺さんがあそこにあって、今ね、上龍寺さんが話してしてあるけど、上龍寺さん自身の紅葉も綺麗です、これ。見てもらえたら分かる通りね。このお寺だけでも来る価値ありますわ。ただ今日ちょっと時間がないのでね、一応に急ぐようにします。日が暮れてくるんでね。はい。はい。なんぼか進んできましたけどね。ちょっとこの辺り紅葉が出てきましたんでね、映しておきましょう。ねえ。どれぐらいあるかな。ね。はい、ではまた進みます。ここであとね、大井町まで600メートルの表示が出ました。ちょっと滝みたいなね。ちょっと水の音がしますが。はい、あと600メートル歩きましょう。はい。途中で落石のね、危険もありますので、注意するところがありますしね。注意して歩いてくださいね。なんか見た感じね、ここらぐらいまで車でね、登ろうまで登ってこられるみたいです。だけど止めるとこはないしね、四輪駆動車でないとちょっと無理でしょ。さすがに四輪駆動車でもここからじゃちょっとね、厳しいんじゃないかと思います。ね。
はい、では行きましょう。はい。あと、大井町まで270メートルですね。しんどいわ。登山道だ、みたいな。まあ、オフロードバイクやったら残ってこれますわ。ね。ちょっと皆さん腰掛けて休んでください、ここで。はぁ、あ。ずっとこんな道でね、車で来たら崖から落ちそうで怖いでしょ、これ。でしかも下、じゃあ、割と、大きな石転がってるとこあるからね。車が、タイヤが乗り上げたりいろいろ大変でしょ。はい。だけどね、下が綺麗に整備されとるよね、これ。誰がしゃったかもしれんけど。さあ、船あと200何十メートルか。歩めよう。誰か降りてきやったな。女の人みたいだよね。こっから急がないやない。女の人が行けとんねんから、俺たち行けるよ。はい。あのお姉さんがで元気やわ。やっぱりちょっと運動靴みたいなの履いてとったな。ちょっとこれ急なんですよ、ここから。なんでか知らんけど。はぁ、あ。まだ葉っぱ歩いて、緑のやつも歩いて、今、姉さんに聞きましたんでね。よいしょ。で、この先ちょっとジュルジュルのとこあるから気をつけてやって。こけんように。はい。ちょっとそこまで行ってます。あれ、それかな。なんかでかいイチョウの木が出てきたね。あれやろか。ちょっと。あれから270来たかな。あのお姉さんらと会ったところへんで。うわ。これのことか？ジュルッとしてる。よいしょ。ほんまや。これ。ジュルッとしとる。これかな。これのように思うねんけど。それよりも何よりも下で転がるようにしてる。うわぁ、ほんまや。やっぱり人に情報を聞いていくとね、違いますからね。心の余裕が。うわぁ、ほんまや。これちょっとね、カメラ撮りながらでは危ないのでね、ジュルジュルですから、ここ。ちょっとここから一旦撮って、ちょっとこうか。はい。ジュルジュルなんでね、途中で切れました。ちょっとカメラね、ここで切らせてもらいますね。滑ると危ないので、ね。はい。はい。ジュルジュルのとこなんとか通り抜けましたね。来ましたね。これでしょう。ああ。さっきのジュルジュル抜けたらすぐでしたわ。こっちね、これ。映ってますか。ねえ。ちょっとここ踊り場っていうか、ちょっと広がっとるからね、ここ。ここで休むよ。ここから、眺めるのが綺麗じゃないですか。ねえ。はぁ、あ。樹齢1200年や言うた？なあ。あの、西洋のやつで1000年やったもんな。あれはまだ古いよ、とか。わ、ここもちょっとジュルッとしてるな。さっきの時よりはマシや。草が生えてこら。草の上踏んでいったらいいでしょ。熱っ。よいしょ。なんか、父誰なんとかって書いてたの。ああ、やっぱ枝が広いわ。うわ、この手前で怪しいね。奥やな。この手前もごっついけど、ねえ、こっちじゃないですか。この根がすごいで、これ。ははは。うわ。あれが父誰やな。